普通には日本国有鉄道、東日本旅客鉄道が1986年から2001年まで保有していた鉄道車両でジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。本校では1983年から1999年まで国鉄 JR 東日本に在籍していた和式客車のくつろぎについても記述する。 国鉄高崎鉄道管理局が1983年に登場させた車内をお座敷にした和式客車である。いずれの車両も12系客車より改造されており、両端の車両はスロフ12系800番台、中間の車両はオロ12系800番台である。改造は、畑製工場が担当した。各社の愛称は、上州地区をはじめとする北関東の山の名前から、 取られている全車両がグリーンシャいである。外部塗装デザインは青20号をベースカラーとし、クリーム10号の帯を幅 325mm で1本入れている。1号車と6号車を除き、便所、洗面所のない側の出入台は閉鎖している。また、3号車と4号車については、客室の一部をついたてとアコーディオンカーテンで仕切った上でサロン室とし、 この部分の側面窓は横長の固定窓とした。サロン室にはソファーとテーブルを置き、この箇所は化粧板や照明も洋風とした。それ以外の車両については客室の一端に床の間を設けている。くつろぎは高崎地区を中心とした団体専用列車に運用されていたが、和式客車の需要増加に伴い、一編成では対応しきれなくなった。 そこで和式客車を増備することになり、登場したのが安らぎである。くつろぎ同様、いずれの車両も12系客車より改造されており、両端の車両はスロフ12系800番台、中間の車両はオロ12系800番台である。改造は大宮工場が担当した。各社の愛称は上州地区をはじめとする北、関東を水源とする川の名前から取られている。 全車両がグリーン車扱いである。安らぎ専用色となった EF6019 これまでの和式客車のイメージから脱却し、年代層を問わず広く楽しめる車両とするため、和洋折衷タイプにすることにより、広い年代層の利用を考慮した車両とした。このため、和式客車でありながら洋風のイメージを取り込んだ和洋折衷デザインとすることになり、 県西両端には展望サロンを設置することとしたが、すでに登場している、江戸とは一線を画す車両とすることを目標とした。外部塗装デザインは、クリーム10号をベースカラーとし、青20号と赤11号の帯を入れることで、車両の得意性を強調している。なお、専用機関車として EF6019 が安らぎと同色のデザインとなった。安らぎでは、 お座敷に掘りこたつ構造を採用したが、全面畳敷きにすることも可能な構造としたため、畳の一部は裏側をテーブルとして使用が可能な構造とした。各車両にはビデオプロジェクターと CD カラオケ装置を設置したが、プロジェクター直前の天井道具についてはビデオが映ると同時に消灯する構造とした。客室内のスピーカーについては荷物棚に、 坊主製のモニタースピーカーを設置した。車内の出入り口引き戸については、すべて新幹線0系の廃車発生品を使用した自動ドアに変更したほか、旧着も全車両に設置した。両端の1号車と6号車が該当する。スハフ12系の乗務員室側連結面を編成内側に向け、便所、洗面所を撤去した上で、車端部から5.85メートル分を、 展望室とした。この展望室の中央部の妻窓は幅2メートル、高さ1.47メートルという大きな1枚ガラスとしたほか、展望室側面の窓も幅1.53メートルの窓と幅1.3メートルの窓2枚を配置した。これにより、すでに登場しているサロンエクスプレス東京や江戸と比較しても遜色のない視界を確保した。 展望室にはソファーを11席配し、この区画については完全な洋風とした。なお、展望室の一角には推進運転のための機器を設置した。展望室の妻窓にはワイパーを設置し、室内側にはデフロスターも装備されており、推進運転時の視界を確保している。中間の2号車から5号車までが該当する。おは12系の便所、洗面所側の出入台を残し、 反対側のデッキは扉を埋めた上でサロン室を設けた。このサロン室は、くつろぎで3号車と4号車設けられたものと同様の設備であるが、安らぎでは中間車全員車両に設置された。客室の一部をついたてと襖で仕切り、通路とはカーテンで仕切ることも可能である。この部分の側面窓は幅2メートルの固定窓となり、サロン室にソファーとテーブルを置いたのも、 くつろぎと同様である。EF64001 に牽引されるくつろぎ、安らぎが登場した後の1987年3月、くつろぎは茶色をベースに金色と白の帯を入れたカラーリングに変更された。客室扉脇の白線部分には1の一等車を示す文字が入れられた。安らぎとは違い。 特に専用牽引機は指定されていないが e f 5 5 1の補機薬を兼ねて茶色と白帯を配した塗装となった e f 6 4 0 0 1による牽引が慣例となっていた。大口団体のある際には2編成を連結した12両編成の他、安らぎ4両とくつろぎ4両の8両編成やくつろぎのうち3両を安らぎと連結して運用することもあった。 特筆すべき運用としては、上新電鉄上新線への乗り入れが挙げられる。1984年4月18日には、上州富岡駅からの団体輸送に、くつろぎ使用され、出来一系電気機関車の従連に牽引された。その後、1992年秋には、安らぎが3から4両編成に、短縮の上、乗り入れを行っている。また、くつろぎは、 秩父鉄道へ乗り入れたことが何度かあり、主に出来500型が牽引した。老朽化のため、1999年9月29日、限りで、くつろぎが運用を終了し、廃車となった。1号車と2号車が薄い峠、鉄道文化村構内で休憩所として使用されている。また、安らぎも2001年3月31日限りで、運用を終了したが、渡らせ。 渓谷鉄道2乗とされ、1号車、2号車、6号車が、サロンド、渡らせ、ワレー型として、同鉄道の団体専用列車に使用されていたが、これも老朽化のため廃車とされ、いずれも2009年9月と2010年1月に、すべてオークションにかけて売却された。ワレーから828と、ワレーから827は、桐生市内の昆虫販売店で利用され、 和令一から855は、み上町の個人が買い取り、レールバスと共に保存している。また、渡らせ、渓谷鉄道に譲渡されたものの入籍されなかった、安らぎの3号車は、群馬県安中市で料理店として活用され、4号車は、に分割され、片方が、栃木市内の、魔法人スーパーカーミュージアムで利用されている。これら、くつろぎ並びに、 安らぎの後継車両として485系電車を種車とした山並みとせせらぎが改造製作された。鉄道ジャーナル第21巻第10号鉄道ジャーナル車1987年8月121ページ鉄道ファン通三316号鉄道ダイヤ情報通百141号 P79 の輸送番号高東線2 0 1 2001レイルウェイトピックスお座敷客車安らぎが3月に引退鉄道ジャーナル鉄道ジャーナル社2001年4月 P91 渡らせ渓谷鉄道は01系客車に関するカテゴリーありがとうございます